福井県道207号今城杉津線は、福井県南城郡南越前町と福井県、鶴ヶ市とを結ぶ、一般県道。左側が、今城杉津線。右側は、北陸本線南今城駅、山中トンネル杉新 PA 間鶴ヶ市と、南越前町とを結ぶ道路である。大半の区間は1962年に廃止された。 国鉄北陸本線急線跡を転用したものであり、旧街道とは外れた経路となっている。この道路ができたことにより、旧街道の大半は利用されなくなり、廃道になった部分もある。また、山中トンネル杉新 PA 間はトンネルと鉄橋の連続する急線区間で平行道路は存在しなかった。現在は鉄橋の上にアスファルト道路を設けている。 杉新 PA 国道8号間のつづら折れは、連絡道として新設されたものである。地理的には海沿いを北上する国道8号と、山間部を北上する国道365号を、東西に短絡する県道である。またこの道は、福井県の南南、霊北を隔てる三つの峠の一つである、山中峠を経由し、現県道はトンネルでその下を貫いている。他の二つの峠、 土地の木峠、木の目峠を経由する道路は国道だが、この山中峠は県道である。起点から山中トンネルまでは整備の行き届いた普通の県道。ところどころセンターラインの消えるところはあるが、利合に困るような箇所はほとんどない。急線のスノーシェッドをそのまま転用した箇所もある。ただし山中トンネルを含む鶴ヶ島のトンネル群と、その先にはガードレール。 カーブミラーはあるものの、強路に急カーブが続く。またこのトンネル群は、北陸本線の非電化単線のトンネルを転用したため非常に狭く、乗用車同士でも離合不可能なほどである。山中トンネルは直線で見通しが効くため信号機はないが、先入車優先との表示がある。他のトンネルは、先の状況がわからないカーブをしており、 交互通行のための信号機が設置されているところがある。その先、杉新 PA 付近の旧杉津駅跡は、鉄道時代から変わらず、高台から鶴川湾を見下ろせる、眺望の良い場所である。そこを過ぎると、鶴々折れの林の中を降り、国道8号に達する。以前は、杉新 PA 付近から国道476号に接続する。 北陸本線跡を転用した指導を経由して今城と敦賀を結ぶ抜け道としての利用者が多かった。2004年国道476号に通年通行可能な木の目峠トンネルが開通したため非電化単線の狭いトンネルを転用した走りにくい等路線の利用は減っている。平日の昼間は生活道路として比較的交通量はある。ありがとうございます。